浅井清昭は13年2月27日は、日本の武士、旧正中学校、市範学校教師で、若い時代には自由民権運動家としての活動があった。また、現在でも長野県で広く歌われている、県民家、品野の国の作詞者として知られる。旧正中学教員などを経て、1886年、長野市範学校教諭となる。 1899年、シナノ教育会雑誌に、ナノの国を発表、北村末春の作曲により、喧嘩で広く歌われるようになる。1918年に70歳で退職するまで、長野市販教諭を務め、さらに食卓として1926年6月まで40年間に、渡って市販教育に尽くした。国文と書道を教え、文部の素養に富むその人格が、 市販の学生に強い影響を与えた。社官として、生徒と生活を共にし、親父、ペスタロッチと呼ばれた。1849年10月10日に、松本藩士、大岩雅子との三男として生まれる。陽名を、大三郎、大義と言った。1861年に、松本藩士や財持マンの養子氏となって、嗣之の助克也と改名し、後に清氏と改めた。 この時代の武家の指定の習いとして、幼い頃から四書の素読を習い、藩校高市教官で漢学を学び、武術、英法の免許を得た。1865年には、松本藩の長州政党に参加した。1869年高市教官の苦闘係となり、翌年には、藩名で上京し、林鶴寮に指示した。1872年に設置された蓄間見学で、 教師を務め、翌1873年5月に、学生による第1番小学会地学校が開校すると、その訓導に任じられた。同年が秋、市範講習所に入学して、近代教育の知識を得て、1874年から1881年まで、松本の生業学校の教師を務める。さらに、 1881年4月から1886年8月まで松本中学校教員として国語、漢文、歴史を教えた。自宅でも自習学者という私塾を聞き、木下直江、桃瀬を木政らが学んだ。この時代には浅井清は民権教師の一人でもあった。1880年2月に発足した自由民権運動の結社進むただし社の創立に、 当たっては、上上氏、三上正定、竹洋、津田名、大田剛吉ら他の教員と共に20人の創立委員の一人として名を連ねている。しかし当時、明治政府は民権運動の弾圧に乗り出し、1880年4月5日に集会条例を定めて、政治集会に教員や生徒が参加することを禁止し、長野県は政府の作った、 小学校教員心得を1881年7月に全教員に配布して政治活動を禁止するなど様々な弾圧を加えた。この弾圧を受けて、浅井は教育に専念するようになる。1883年に文部省が教育遠隔資料取り調べを県庁に紹介した際、取り調べ委員として高市教官や 給料内の寺小屋について司祭に報告した。1886年に長野県人場市販学校勤務を命じられ、長野に移り、漢学、国文、歴史を担当する。松本中学での同僚だった、志賀茂隆の影響を受けて、地理学にも関心を深め、修学旅行で生徒を引率するなど、各地域の見聞も多かった。また、稼働に励み、 75丁の長歌を作るようになった。教員学力試験の検定試験委員にもなり、また、品の名称資林の編集に参画して、地理、歴史の知識はさらに深まる。1898年、校長だった、正木直太郎が会長を務めていた、品の教育会は小学校唱歌見直しの委員会を作り、小学校唱歌は有益だが、現行の唱歌の中には、 日清戦争遂行のために敵外心を煽るものがあって、今日ではふさわしくなく、また憲風にあったものが望ましいとした。そこで、翌1899年6月に、品の教育会は、品の教育会雑誌152号で、新しい章下21曲を発表した。この中に、浅井が作詞し、同じ長野県師範学校の音楽教師、 ヨダ弁之助が作曲したシナノの国があった。しかしあまり歌われず、浅井もヨダによる作曲のあることを知らなかった。そこにヨダの公認として北村末春が1899年11月に青森県市範学校から転任してきた。浅井が北村に作曲をこいて、それを運動会の日に発表してから大いに市範学校学生の受け入れるところとなり、 市範学校の卒業生たちが、県下各地の教団に立って、シナノの国を教えことから、全県に普及した。その後は、県内各小学校の行事等で歌うことが慣習となった。1918年に70歳で退職するまで、教諭を務め、さらに食卓として1926年6月まで、教団に立ち、40年間にわたってで、長野市範学校の教育に尽くした。 1926年7月に松本に帰ると彼のもとを訪ねる。卒業生は後を絶たなかったという。1938年2月27日へ民。去年90。ありがとうございます。